レスキュー、それは人々を助ける職業である。レスキュー、それは人々の希望である。レスキュー、それはヒーローなのである。今ここに新たなヒーローが誕生する。レスキュー、プリプリン。おかえり。ただいま。今日も人々のヒーローお疲れ様。あら、また怪我してるじゃない。ああ、これぐらいの怪我か。人々の命に比べたら安いもんだよ。かっこいい。やばい、この近くで火事だ。行ってくる。あなた、ご飯は？みんなを助けた後にいただこう。かっこいい。パパは毎日大変でちゅね。パパはね、毎日家にいる時間は少ないけど、みんなのヒーローだから。私も鼻が高いのよ。ヒーロー、ヒーロー。実はね、ママは昔、女性唯一の水難救助隊に所属していたのよ。だから、サナちゃんはもしかしたら、レスキュー隊のサラブレッドかもしれないわね。サブレッドじゃないよ。サラブレッドだよ。ハッピーバースデーサナちゃん。はい。サナ、お誕生日おめでとう。ふーってするんだよ。おい、何をやっている。こんな世界もう一枚がいいんだよ。ということでしょう。この火事を引き起こした犯人が自ら火事の建物の中に入っていきました。そしてそれを追うようにレスキュー隊のヤスさんがただいま建物の中に入っていきました。現場からは以上です。あら大変、パパがあれ、サナちゃんはレスキューベイビー、対象者2名の救出に向かう。俺は何をやってもうまくいかない。仕事をクビになり、彼女に振られ、こんな世界消えてしまえばいいと思ってたんだ。君は何を言ってるんだ。そんな時、赤く輝く灼熱の炎を見かけたんだ。美しかった。だから俺はその美しさを見るためにたくさん燃やしてきたんだ。まさか最近の連続放火事件の犯人は。そうさ、俺が燃やしたんだ。あ、危ない。え、大丈夫だ、息はある。しかし人が通れるスペースがないか。それに足が挟まれてしまった。もうダメか。うわー、レスキューウォーター。パパ、
よ。サナちゃん、やっぱり君はスーパーパワーを持っていたのか。そしてあの狭い空間も赤ちゃんなら通れたってことか。レスキューウォーカー！すごい、すべての火が消えていく。すまない、足が瓦礫に挟まって動かないんだ。君はこんなこともできるのか。ありがとう。ダメか、汗ががらきに挟まっている。ポッポ、ダメ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 。さな、よく聞きなさい。人は悪いことをしても人なんだよ。人は一人じゃ生きていけない。みんなで支え合って生きていくんだ。それが人ってもんだよ。みんなの命を救う、それがヒーローさ。よし、よし、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ありがとう、レスキューベイビー。